すごく嫌なことがあった。辛かった、怖かった。人に言うほどじゃない小さな出来事だ。でもこの気持ちやり場がなくて、この気持ちどうしようもなくて、スマホやお酒じゃ収まらない。私どうにかなっちゃいそうだ。そんな時コンビニのおばちゃんが話しかけてきた。あんたのそのカバンかわいいね、作ったの？すごいね。いきなりでびっくりしたけど、おでんの湯気を一緒に吸った。私のメガネが曇って、気づいたらちょっと笑っていた。なんだか熱くなった、じわり熱くなった。湯気のせいなんかじゃない、泣きそうだ。悲しい音が、泣き声が聞こえてきたら、胸がざわついて、なんかできないかって、そこを越えてもいい。この街にふふ